すっごいビリビリにしてます。シオンくんの、おもたせ、向こう入りおもたせって言うんですか、何ですか、ようにですね、いろんなグッズを、姫組さん北海道のいつもですね、優しくしてこれかそれですを、注文して今届いたところですが、ジャン君とポンちゃんが中をビリビリに破いて顔を突っ込んでいます。これが、また旅の匂いが下からのようです。これでこのようなものですね。これはおもちゃです。それからまた旅おもちゃです。シオン君は大好きな、もうこのまま開けちゃうハンモックですね。新しいお姉のハンモック買いました。はい、普段使っているものが匂いがついているのでということなんですが、あまりにもボロボロでよそ様に持っていくにはちょっとね忍びないので、うん、新しく買って、これをちょっとしばらくの間使ってもらいます。そしてかわいいシール貼って、おー、はいはい、これがうちの貝です。おもちゃね。うん、はい、もろもろ、これしおんくんに持たせようと思います。これはうちのなんだ、スペアだから。朝ごはんの後、うまくすり抜けて表にずっと居続けるあんずちゃんです。そして遊んでもらっているのでしおんくんも出してあげましょう。はい、もう少し経ったらお昼のおやつの時間だしね。しおんくん、しおんくんはまんまと騙されてケージの中に入れられたけどあんずちゃんはすり抜けましたよ。あんずちゃんね、食べ終わるの待ってたのに、うちの何か食べ終わって出てきちゃったの。アンズちゃんもカラリンってなってる。これじゃなくてそっちよ。これ、これね。北海道の姫組さんで買った。またたびアメちゃんだっけ、うん、大好評、ゴロンゴロンになってます。アンズちゃんもなってます。いいね、アンズちゃん。そして加えてる姿が可愛いという効果も飛んでます。ね、可愛い、めっちゃ可愛い。ハンモック乗ったかな。乗ってない、さっきずっとあの下で寝てた。そうか、また新しいから。空すぐボロボロにしそうだね。そうだね。はい、どうぞ。アンズちゃん、おいで。アンズちゃん、おいで。アンズちゃん、シオンくんしか呼べません。シオンくんのもあるんだけどね。さっきシオンくん食わせる？え、さっきもアンズちゃんが逃げて、アンズちゃんの方が外に行っているんだよね。アンズちゃん、おいで。おいで。アンズちゃんはカリカリで釣った方がいいかもしれないな。アンズちゃん、あれだ、さっきね、だいぶ前だけどね、シオン、アンズちゃんジャンプをカリカリ食べてたんだよな。アンズちゃん、おいで、アンズちゃん。飽きませんか。
ゃんご飯いらないの。あずちゃんチュールから釣れるかな。あずちゃんちょっとだけチュール足す。さっきの口元に持っていった。持っていってない。でもあずちゃんあんまりね。なんで。はい、おいで、うん、あずちゃん。はい、おいで。子供釣れますね。よく釣れますね。何のおずちゃん、お子様みたいだよ、おずちゃん。え、なんじゃ。じゃあ、しおくんも持ってくるね。しおくん、しおくん、ちょっとどいてください。時にアンズちゃんに抜け出されないように。じゃあアンズちゃんはおもちゃで釣ります。はい、じゃあちょうだい。はい、見てるね。はいはい、はいはい、しおくん、はいはい、はい、二人ともケージでゆっくりしてください。アンズちゃん、ご飯食べてね。食べ